こんにちは。マレーシアからやってまいりました。正確に言うとですね、昨日の朝、ミャンマーから飛んでまいりまして、ほとんど寝てない状態でミャンマーから帰ってきまして、で今日に至っております、ね、BCU カンファレンスということで、あ、タイトルじゃないですね、これは。はい、いいですね、はい、です。で、先ほどね、ヨウさんから、あ、すみません、その前に初めてお会いする方ってどれぐらいいらっしゃいますか。私、初めて。あ、ほとんどですね。ありがとうございます。さっき、外歩いてたらですね、いろんな方にね、あ、本人だ、歩いてるとか、あ、トイレだ、トイレに本人がいるとかって言われました。本人です。よろしくお願いします。はい、で、今日僕のテーマはですね、ちょっとノウハウとかとはちょっと違うんですね。はい、まあ、混沌とした時代に、これから先もっと混沌としていくんですけども、豊かに生きていくために僕たちは一体どういうことを意識していくべきか、どんなことを身につけていくべきかというお話をしたいと思います。あ、こっちですね、こっちですね。で、先ほどさ、ヨウさんからね、アナウンスがあったようにですね、私は2007年の、はい、はい、2007年の2月に、JIS というですね、今 BCU の前身のビジネススクールを作りました。そこから6年半の歳月が経ったんですけども、その6年半ですね、他でビジネスをやりながら、海外でビジネスをやりながらも、私の中にずっと変わらない信念が1個あります。これはですね、ジーニアスファクトリーっていう社名に託した通り、人は全員天才である。本来天才である。できないことはないという信念です。当然この信念がありますので、みんな天才だと思ってるんですけども、全ての人が自分の天才性を認識して発揮しているわけではないというのが現実だと思うんですね。なので私のこの6年半というのは、どうすれば人が自分の天才性や可能性を信じて開花させることができるのか、開花することができるのかということを自問自答してきた6年半になります。その6年半、私がそれを模索する中で何をやってきたかというとですね、まあ、これ現在の事業なんですけども、まあ、BCU 以外にですね、まあ、パン屋、これはですね、先ほどヨウさんが言ってましたけどですね、チャマの話聞いたらやりたくなって、私がチャマの加盟店になったんですね。あいつはとんでもないやつです。生体院の行列作りって詐欺なんじゃねえかと思ってるんですよ、ちょっとね。まあ、すいません、ちょっとどうでもないんですけど、パン屋、行列作ってくれました。本当に、すごいです。今をやってます。あと、エステやってたりとかね。最近はエステはですね、大手のエステメーカーとね、ジョイントベンチャーに話になりそうになってきましたね。それから、さっき、ヨウさんからあったエアコンメーカーですね。これはミャンマーで、やってます。ミャンマーのブランドを、会社作って、エアコンメーカーですよ。日本だったら絶対やらないでしょ、そんなこと。ミャンマーだったらできるんですよ。エアコンメーカー作ってね、今、エアコンメーカー、今、僕、一押し、頑張ってやってます。あと、中古車とか、農機具輸出したりとか、いろんな鉱物をね、日本から海外に輸出したりとか、あと、最近、人材派遣なんかもありましてね、これは外国人を日本に連れてくるっていうやつですね。そんなことを始めました。で、これやってるんですけど、まあ、楽しいから当然やってるんですけども、一つ一つ、僕は事業を立ち上げるのが大好きなので、それ楽しいからやってるんですけども、根底にあるのはですね、すべてね、GF というか、BCU のためなんですね。その人の天才性を開花させるために、法則があるんじゃないか。その原理原則を探すために、ずっとやってるんですね。どんな場面にも活用できる、真理に近い法則はないものか。こういうことを、いろんな、日本だけじゃなくていろんな国に行って、ね、中国にも行きました。散々な目に遭いました。そういうことをですね、やめながら常に模索しているんですね、はい、で真理っていうのは永遠に不変な法則っていうのは僕はこの世の中に存在してないと思ってるんですよ。なぜなら証明はしようがないからです。永遠に生きる人はいないので誰も証明しえないから、だから不変に近い真理に近い法則はないのだろうかと、いろんなことを探してきたんです。でもね、これがですね、こうなかなかね、こちらを立てればあちらが立たずみたいな、 A を解決すると B という問題が浮上する、こういうのを経験したことないですか。経験したことある人
ありますよね、これ絶対あるんですよ。例えばもう具体的な例で言うと、もう皆さんのダイレクトに気にかかる具体的な例で言うとですね、ゴールドの弊害っていうのがあるんです。これゴールドパートナーっていうのがいるんですね。月賞100万円を超えるとゴールドになるんです。今日なんか 20人以上の方がゴールドの方が来ていただいてるそうなんですけども、ね、最初僕が GIS を始めた時、このゴールドという、月賞100万円という数字をなぜこの数字にしたかというと、まあ、粗利 50% 以上絶対やってくださいねっていつも言ってるんですけど、粗利の高いビジネスをやるとですね、月賞100万円いくと大体自分が生活できるぐらいのお金を稼げるんですね、まあ、要は自由になると。なんで月賞100万円という数字をゴールドにしようってつけたんですよ。あと響きが単純に分かりやすいっていうんでつけてやったと。で、最初僕がやり始めた当初はこの月賞100万円という目標数字はすごくうまく機能したんです。特にね、ノリノリもそうだし、ファイナルもヨウさんも一期の人っていうのは前例がない状態で入ってるわけじゃないですか。成功者も一人もいない状態ですよね。で、どんなことをやるのかも誰も知らない状態で入っていってる、そういう人たちをね、アーリーアダプター的な人たちをね、だと思うんですけども、そういう人たちにはこの月賞100万円っていうなんとなくの数字がすごく指針となって行動ができるんですね。で、それがうまくいってるなと思ってたんですけど、時間が経ってね、時が経って6年半経って、だんだんとですね、このゴールドという、評価基準が意味合いを変えてきて、人によってはですね、私ゴールドに行ってないから行く資格がないとか、私ゴールドに行ってないから落ちこぼれみたいな、人によっちゃゴールドにあらずんば人にあらずみたいな、そんなことがことを感じている人が実際にいらっしゃるという報告を受けています。なんでと、なんでそうなるの、何かがおかしいです。その人が悪いわけじゃないです。何かどこかしら何かの前提がおかしい、そう思ったんですね。何かがおかしい。で、何かがおかしいと思って実際にいろんな施策を打ちましたね。いろんなことを勉強しました。いろんなメソッドを入れました。もう何百万円っていう講座に出ました。学びました。会社に取り入れました。検証しました。また勉強しました。やりました。コンサルタントの精度が上がればもっと成果が上がるんじゃないかとかいう傲慢なことを考えてですね、コンサルタントの強化プランなんかを考えたりとか、ね、あと事前面接の時にコンセンサスがうまく取れてないんじゃないかと、 BCU に入る前の事前面接ですね。だから事前面接のやり方を変えてみようかとか、そもそも事前面接いらないからいや、なくしちゃえばいいんじゃないかとか、でもやっぱりいるから復活させた方がいいんじゃないかとか、そういうですね、右往左往してるんですね。すごい営業チャンネル増加させてみたり、昔どこかの会社で大きな成果を出した外部顧問をお願いしたり、実はそういうことを裏でずっとやってきたんです。なんかおかしい。でも変わらなかった。やはり何かがおかしい、ね、何がおかしい。こういう経験が皆さんにはあなたにもないかなと思ってちょっとお聞きしたいですね。役に立とうと思ってすっごい頑張って身を捧げてるのに、なぜか成果につながらない、感謝されない、結果が出ない、一生懸命かな、自分の人生のためにビジネスを立ち上げようと思って BCU に入って頑張ってるんだけど、いざパソコンを開くとなぜかやる気が起きない、こういう経験ないですか。なんででしょう。何かがおかしい。何をどうしていいか分からなかったんです、ずっと、ね、だからアジアに出たんです。どうしたらいいんだろう。思いと、人は全て天才である、その思いは変わってないんです。ずっと6年半その思いと行動、まあ活動ですね、コンサルタントを強化したりとかのと、それに伴う結果成果が一致しない。何かが違う、何かがおかしい、何をやっていいか分かんない、ありすぎて、パッとパソコンを開いて検索して経営とかって入れると、経営について教えてくれる人のサイトが少なくとも100や200が出てきます。メソッド、ノウハウ山ほどあります。いろんなのを
あの吟味して入れてみました。でも変わらないです。どうしていいのか、数が多すぎて。きっとこれはいろんな人に聞いたんですけど、我々はみんなこう思ってると思います。この世の中は複雑である。とても複雑にできている複雑な世の中です。これ実際にですね、情報量のグラフなんですね。膨大に増える情報量で、これこっちが、昔ですね。でこっちが未来で、これ情報量のグラフなんですよ。で2000年があって、でここからブワーッと増えるんです。これ分かりますか。これがね、こういうふうに情報爆発っていうのが起こるだろうっていうのは、これはほぼ確定らしいです。で過去30万年の合計、30万年ですよ、30万年、合計の情報量より次の3年の情報量の方が多い時代に我々は生きています。わかりますか。これはある研究機関が出したそれなりの角度の高い信頼できるデータです。絶対かどうかは分からない。いいですか。過去30万年より次の3年の情報の方が多いんですよ。これで、ちなみにこの EB っていうのはエクサバイトっていう単位らしいですね。もうゼロが何個なんだか分かりません。その上にこの Z っていうのがあるんですけど、これねゼタバイトっていうらしいですね。もう何時が何時かさっぱり分からない。こういう時代に我々は生きている。情報が錯綜している。今でも多いでしょ。情報を遮断しなくちゃいけないみたいなね、僕らも言ってますけど、この情報は加速度的というか指数関数的というか、それ以上のスピードで増えていくんです。これは確定事項です、ね、それに情報のその増大に伴い問題も山積みされていきます。一つの問題を解決したらすぐ次の問題が発生する。家族のために一生懸命働いてるのに、のめり込んでのめり込んで家庭を変えれずになって女房が出ていく。なんで家族のために頑張ってるのに俺はみたいな。そういう経験ある人だってやめなくていいです。少しでも成功率を高めようと思って情報をインプットすると逆に迷って身動きができなくなる。これ経験したことある人、皆さん正直ですね、大変素晴らしいと思います。僕もです。増え続ける情報量、山積みされていく問題、我々はこういう時代に生きている、ね、混沌とした時代です。そしてますます混沌としていきます。カオスになる。その中で大衆の思い、大衆の願い、確かなものが欲しい、確かなものが欲しいと思ったことある方、僕もです。わからんもん、わけわからんもん。ねえ、伊藤さんも言ってましたけど、僕はあの新しいところに飛び込んでって新しいものを作るので、誰も教えてくれないんです、基本的に。誰かが教えてくれる前提で動いてないので、まあ、だから誰にも教えてもらえなくても別にストレスはないんですけども、わからんですよ、本当にわからん。確かなものが欲しい。確かなものはありません。ただ一つあるとするならば、時代は変わるという。それだけは言えます。この人知ってる方います？誰でしょう？はい、はい、誰でしょう？はい、お名前、お名前しますか？そうです、エドワード・スノーデンっていう人ですね。うちの斉藤和馬ではありません。エドワード・スノーデンです。元 CIA と NSA というところの局員ですね。まあ、言ってみればスパイです。アメリカの一言で言うと。この人今どこにいるか知ってますか？はい、ロシアにいます。亡命したんですね、アメリカの機密情報を持って。そして今世界各国がこの人の奪い合いを始めてるわけです。いいですか。これはあの結構世界的なにすごく意味のある事件なので、ウォッチされるといいと思いますよ。その昔、国と国は領土をめぐって戦いました。そうですね。そしてついこの間までの昨今ですね、国と国は資源をめぐって争いました。そうですね。戦争になるかどうかは置いておいて、戦争になる。
いいですか、国というでかいものが資源という国の一部から発掘されるものに変わり、そして今一人の人間を奪い合っています。彼の頭の中にあるものは何ですか。情報です。世の中が価値があるものというのは土地から資源に変わって今確実に情報になっているんです。情報に価値があるんです。ちなみに例えばこの人亡命したい国のリストを出しました。いろんな国がありました。フランスとかドイツとかエクアドルとかいろいろあります。その国のリスト、そのリストに載った国ってどういう国ですか。どういう国だと思います。この人はアメリカから亡命したんです。それでアメリカの影響が少ない国です。そうですよね。つまりこの人がこの国に亡命したいって言っただけでアメリカの影響が少ない国が世界中に分かっちゃうんです。アメリカにとっては大問題、引き渡したしっていうぐらいの影響力がある人です。ですね。価値は変遷していくんです。何が今価値があるか、情報、誰も知り得ない情報、そこに今最も価値がある。確かなことがあるとしたらそれです。でもその肝心要の情報が過去30万年より次の3年の方が多くなるぐらい膨れ上がっている。そういうわけのわからない時代に僕らは生きている。ちなみにこの人のちょっと前に中国が尖閣を狙いましたよね。あれなんでか知ってますか。何が欲しかったんですか。中国は尖閣諸島が欲しかったんですか。違います。何が欲しかったんですか。支援ですね。なぜ中国は地下支援が欲しいんですか。知ってる人。違います。違います。それは違います。あ、それもあると思います。一部。はい。そうですね。じゃあ地下資源を取ることがなぜ経済成長の持続になるか。地下資源を国のバランスシートに入れてマネーサプライを増やすためです。だから地下資源が欲しいから、そうすると。フィリピンとドンパチや国境で、ベトナムと国境でドンパチや。そこが欲しいからです。そうするとバランスシートが増えるので、マネーサプライが増える。で、経済成長を持続できるからです。でも尖閣をやってアメリカが出てきてアメリカを守るよってヒラクリントンが言っちゃってもう手が手伝わせなくなっちゃいました。国民へのパフォーマンスとして船は通ってますけども事実上もうそれはアウトですね。中国は今とても大変な状態にあります。そういう時代です。韓国も同様ですね。我々はそういう時代に生きている。でもそういうことが怒ってても僕らは気づかない。なぜか世の中は複雑だから、何が起こってるか分かんないからね。酔っ払った福建省の漁師が酔っ払って日本の艦隊にぶつかったっていうニュースだと思ってると思います。そして釈放されてその人が、地元で英雄視されたみたいな。そんなんだったら誰かがそれ動画を YouTube にアップしませんから。あの事件が意味することっていうことを紐解いていかなきゃいけない。そういうことを紐解いていかないと僕らは真実にたどり着けないような世の中に来ている。膨大にあふれる僕らの届く情報も操作されているものがほとんどです。広いじゃないですか。日本なんか特に、僕ら全く見てないですよ。ニュースの新聞を日本はもう見ないって決めたんで、だいぶ前に本当のことが書いてないので見てもしょうがないなと。そういう時代に僕らは来ている。どういうふうに、そうするとどういうふうに情報を取るかとか、どういうふうに情報と付き合うかとか、そういうことになっていきます。そういうことになっていきますよね。そういうふうになっちゃいけないんですよね、本当に。我々史上類を見ないほど複雑な世界に生きている。よろしいですか。で、本題に入ります。今日、私は、あなたに幸運なことと不運なことを一つずつお話しします。どっちから聞きたいですか。はい、幸運な方、すいません不運な方から話します。じゃあ聞くなよと。じゃあ聞くなと。不運なことを話します。不運なことはですね、もう先ほど言った通りです。我々を悩ませるこの複雑さ、情報の煩雑さ、多さ、
何が本当か分からない、どれを手にしていいか分からない、何を学べばいいのか分からない、この複雑さは加速度的というのでは生ぬるいほどのスピードで今後も確実に進行していきます。今こうして僕がお話ししているこの現在も、今この瞬間新しいノウハウがどこかで生まれています、新しいテクノロジーがどこかで生まれています、新しい事件が起こって新しい情報が流れています、製品が生まれています、マニュアルが増えています、ルールが増えています、情報が今こうしているなら今でも時々刻々どん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 増えていきます。ノウハウは必要です。今日5人の先生方にノウハウを話してもらいました。ノウハウは絶対に必要です。うまくいってる方法だから絶対に必要です。しかしですよ、過去30万年分の情報より、ちょっとこれすみません、次の3年分のこれノって書きたかったんですけどね、次の3年分の、ちょ日本から出て日本語下手になりましてですね次の3年分の情報量が多い時代にノウハウを追いかけた瞬間終わりがなくなります。そうじゃないですか。人間の能力の脳の処理能力は何十倍にもなりますか。ならないですね。情報量はそれをはるかに凌駕するスピードで増えますね。ノウハウって情報ですね。ノウハウを追った瞬間絶対に世の中に追いつけなくなります。これはもう事実ですよね。火を見るよりあれ明らかです。なのでもし今あなたがノウハウを追っている状態なのであれば、ノウハウを求めてここに来たのであれば、多分そういう人もいたと思うんですけども、ノウハウを求めてきた今の状態のままだと今よりもっと迷うことになります。この先なぜならば情報がもっと増えるからです。今よりもっと動けなくなります。今よりもっと悩むようになります。皆さんをがっかりさせようと思ったり、うんざりさせようと思ったりして言ってるわけじゃないです。事実だから。残念なこと、誠に遺憾ながら事実であります。事実は事実として受け止めなければいけません。なのでまずその事実を知ってください。よろしいですか。よろしいですね。これが不運なこと、残念ながらもっと複雑になっていってもっと迷うようになります。今のままだとね。続いて幸運なことをお話しします。幸運なこと、幸運なことはですね、この一見すごい勢いで複雑化していく世の中において、尽きることのない問題を一掃する方法を見つけました。見つけました。6年半かかりました。見つけました。問題はですね、どこにあるかというと、問題を問題視していることです。言ってること分かりませんね何言ってんだこのおっさんはと、マレーシアからって何言ってんの、時差ボケしてんじゃねえかみたいな、ね、時差1時間しかありませんから大丈夫ですよ、はい、私たちはですね、五感というものを通してこの世界とつながっています。あなたが見ている世界を僕が見ることはできません。あなたの世界はあなただけの世界です。あなたは五感というものを通して、私もですね、みんなここにいる全てが五感というものを通してこの世界とつながっています。つまりあなたが今見ている世界はあなたの五感というフィルターを通して見ているわけなので、あなたがだけが見ているものなんです。世界は関係ないですってことがありますか。つまり私たちは自分で勝手に世界を複雑にしている、勝手に世界を複雑に見ているんです。なぜならば人は全て五感を通して世界とつながるからです。わかりますか。そこで考えたんです。ここで考えた、自分でもしこの世の中を勝手に複雑にしているのであれば、実は何かどこかに木の根っこみたいな元となるような、コアになる問題のコアとなる核となるようなものがあるんじゃない、ね、実は利根川とか荒川とかって源流は同じらしいんですよ。一見ね、利根川荒川とかなんだこれ、鬼怒川とか渡良瀬川とか隅田川とかあるんですけど、一見全然違う川なんだけど、この川たちがぐわーっと遡っていくと、これ僕が描いた絵じゃないですよぐわーっと遡っていくと全て一つのところになるんです。源流は同じなんです。そこでいろんなことをまた学び直して、世界を見つめ直して、いろんなことをトライアンドエラーして、そして至った結論があります。複雑に見える問題も
源流はただ一つ。どんなに複雑に見える問題も、どんなに情報が複雑に絡み合って錯綜していて、もう何が何だかよく分かんない、何が何だかよく分かんない、いろんな人がこういう人間関係で、ここがこういう関係で、わーってもう何とかしたらいいか分からないっていう状態も、問題の原理はただ一つ。まあ、これはそういうメソッドがあるんですね。これはそのうちまあ皆さんに提供させていただくことも出てくると思うんですけど、でもし仮にさまざまな複雑に見える問題が、その本当の本当の根っこの部分っていうのは一個しかないとしたら、世界は途端にシンプルになりませんか。たったその一つの問題を見つけ出し、そいつを解決することで、そいつの、解決の効果がさまざまな場面に波及して、いろんな問題が、全てとは言いませんよ、全てとは言いませんが、いろんな問題が大幅に改善するとしたら、世界はシンプルじゃないですか。そうですね。で、実際にいろんなそのメソッドを学び、いろんな検証を重ねていく上で、我々やはりこの結論に達しました。世界は実はシンプルである。世界はシンプルなんです。じゃあ問題の原理に遡って根こそぎ解決するためにどうすればいいのか。当然シンプルなので方法も一つです。あれもこれもこれも PBC も Facebook もなんだアメブロもなんかよく分かんないけど、いろんなものをやる、もちろんそういうノウハウも必要なんだけども、それぞれが全てもっと抽象度上げて掘っていくと、全てがうまくいかない理由は一つなんですね。でそいつを解決するといろんなところにそれが波及して、いろんな問題が解決していく。じゃあ何をすれば複雑に絡み合った、この膨大な情報量のこの世の中で複雑に絡み合ったものを根こそぎ解決するというかというと、自分の世界を作るということです。